それがそれがレイナのワンポイント何回言わせんねん。ね、みるみるランド。皆さんこんにちは、カタリストレイナです。みんなのヒロユキです。今日はこちらの余ってしまったボジョレーヌーボーを再利用していきたいと思います。再利用、再利用っていうえ、まあ再利用か。まあね、あのボジョレーヌーボーちょっと余ったからこれで料理しようということになって、はい、そうです。何を作るんでしょうか今回。はい、今回はこのフルーツを使ってサングリアを作るの、うん、サングリアって何。サングリアはワインと、うん、あとこういうフルーツと、うん、シナモンとかちょっとハーブを入れてミックスして、ちょっと蜂蜜とか入れてもいいんですけど、ちょっと甘い感じの、甘めのワインみたいな感じ。そうですね。をサングリアと、サングリアとスペインの飲み物です、うん、あ、そうなんだ。へえ、そういうサングリアっていう飲み物がスペインにある。あります。なるほど。そうなんです。はい、でそれに合うようなレバーペーストを、レバーペースト、はい、5% 引き。レバーペーストっていうのは、レバーペーストはレバーを煮て、うん、野菜とかとあと香辛料とか入れてペースト状にしたものをパンとかに塗って食べると美味しい。それはどこの料理なんですか。どこですかね、ちょっとそれは後で調べていきたいと思います、はい、レバーペースト、はい、はい、あと最後はこちらのひき肉を使って、はい、こちらのひき肉でパスタを作っていきたいと思います。ミートソースパスタです。楽しみですね。はい、じゃあお願いします。はい、お願いします。やってます。はい、はい、やります。お願いします。はい、では先にサングリアから作っていきたいと思います。だいたい3時間ぐらい寝かせるって書いてあるので、まあすぐでもいいんですけど、このフルーツの香りが移るぐらいまでちょっと時間を置いた方がいい。あ、なんか漬け焼きするみたいな感じですね。そうなんです、そのフルーツを入れて。はい、入れるフルーツはどういうのがいいんですか。主に柑橘系が多いみたいですね。うん、なのでちょっと、うん、でもね、いちごとかもね、いいんですよ。何でもいいんです。基本的にそんなにこだわりはなく。レイナさんが好きなフルーツは何ですか。さくらんぼです。さくらんぼなんだ。大好きです。はい、でも何でもフルーツ全般大好きですけど、なんだっけ、ちょっとストップしてもらって、ストップしなくてもいいですかね。パスと、パスでいけばいい。もう直接このグラスに入れて、どんどん切れない、うん、いいんじゃないですか、そのままボーンって。でもこれが入ってる人と入ってない人が、でそこはもうじゃんけんで決めればいいじゃん。あ、なるほど。あ、それいいですね。それなんか公平感もある。どっちがいいか、どっちがいいか。あ、それすごいいい感はですね。適当に入れて、うん、でもどっちも美味しそう。じゃんけんするほどのどっちでもいいけどね、僕は。あの、キウイが入ってようが入ってまいが、いいんですか。いやいやいや、悲しいですか。そうですよ、やっぱりそこはじゃんけんですよ。そうなの。じゃあゆきさんはどっちでもいいってことですか。僕どっちでもいいですけど、じゃあ僕キウイもらいます。何やそれめっちゃわがままや。それではですね、もう入れちゃいます、はい、シナモンはどのタイミングで入れてもいいと思うんですけど、ゆきさんシナモン好きですか。シナモン好きですね。ね、独特のいい香りがしますよね。そうだよね。シナモンはあのホットワインとかに、ね、入れたりもしてもいいし。あ、ホットワイン、ホットワインもね、今時期だからいいと思います。ホットワイン飲んだことないや。温めればいいです。確かにそうだね。温めてこういうなんか香辛料とか、それに合うんだ。合いますね。ちょっと甘めにすると飲みやすい。なるほどね。みたいです。ちょっとね、今日はそんなにね、量がないから、ホットワインまではたどり着けないかな。はい、めっちゃ適当です。あとはお好みで、もうワイン入れちゃって。なんかすごいおしゃれですね、こういう風に。あ、そうなんですね。フルーツとワインってね。そう、これ今日は赤ですけど、まあ白とかでやってもいいし。でちょっとまどらないんで、お箸でちゃちゃっと。すごいスペインっぽくなってきちゃった。これタイですって言ってた。タイっぽくなってきた。タイだったらタイっぽくなってきたって言ってたけど、スペインって聞いたから、あ、スペインっぽくなってきたなって。じゃあこれでラップをして冷蔵庫で冷やして置いておきたいと思います。これで漬け置きですね。本当簡単ですね。簡単です。
で、つき置きする時間が必要なので、うん、そのまあ、前日とかその当日でもそのお料理始めるときに やるといいかもしれない。なるほどね。時間かかる。じゃあこれで入れていきたいと思います。はい、みるみるランド。はい、では次に、レバーペーストを作っていきたいと思います。で、本当はミキサーを使ってやるんですけども、今日はミキサーないので、こちらのお料理パックに綺麗なやつに入れてこう叩いていくちょっと方法で挑戦してみたいと思います。初めてなんですよ。成功するかどうかわからないけど。あ、初めてなんだ。初めてですよ。普通あのミキサーとかでガーって回しちゃうんで、うん、かなりあの簡単にこう滑らかになるんですけど、そうじゃない場合はどうしたらいいんだろうと思って調べたんですか。いや、これしか思いつかなかった。あ、思いついたのね、はい、調べたとかじゃなくて。しかもね、これ見てください。これだけ入ってなんと138円、安いんです。そうですね、あの本ポイントレーナのワンポイントみたいな、ちょっとあのお願いします。レーナのワンポイントみたいな。はい、レーナのワンポイント。いいねそれいいねそれいきましょう。これからで、だいたいざっくりお水これぐらいかなっていう、はい、超適当です。で、もうどんどん味付けしていきます。先にワインを入れちゃう。先にワイン入れちゃいますです。はい、これもね、適当です。今日は口で醤油入れます。醤油です。はい、臭みを取るとき大事なのが生姜、うん、生姜がレバーペーストの中に入れなくてもいいんですけど、でも煮るときは必ず一緒に煮てください。で、シンプル、入れるのはね、もう簡単。この生姜とお酒と醤油、うん、とレバーで、もうこの時点で一回味見します。で、溶けてないから正確な味は分かんないんですけど、だいたい濃さ、レバーが入るとちょっと薄くなるから濃いめにつけた方がいいかもしれない。なるほど。火を入れていきたいと思います。弱火でするのは何か理由があるんですか。ゆっくり火を入れてあげて、あんまりこうブクブクやらない方がしっとりとした仕上がりになります。煮ていきます。なるほど。で、その間に次のお料理の下ごしらえをしちゃいたいと思います。はい、では今からこちらのこのひき肉と材料を使ってミートソースを作っていきたいと思います。はい、ニンニクを入れていきます。はい、ではちょっと香りがしてきたので野菜からいきたいと思います。ひき肉を炒めるときにワインが欲しいのでワインを入れます。はい、持ってきました。はい、なのでワインを入れちゃいます。でもね、もったいないけど全部入れちゃおう。ではレバーペーストのこれ取ります。結構ね、アクが出てきてる。うん、お豆に取ってあげるのがわ、レーナのワンポイント。はい、ありがとうございますそうそう、YouTube 初めてびっくりしたのが、自分の聞いてる声と自分の声が違う。ああ、そうそうそう、それね、みんな最初自分の声聞くとすごいびっくりする。びっくりしますよ、こんな声じゃないよって思うんですね。そう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 、あれみたいな、あ、いつも私が聞いてる声はどこっていうぐらい違う気がする。トマトも入れて、うん、これで煮込んでいくんですけど、結構時間かかりそう、水気が多いから。みんなにレバー取ってこれだけ冷ますの。はい、なぜならレバーをあんまり煮すぎると多分パサパサになるような予感がするので。固くなっちゃう。そうそうそう。でも今触ったら人参さんとかこの他のものはまだ硬いんですよ、うん、で、一緒に袋に入れて潰したいから柔らかさを一緒にしたいため、今度は火を強くして煮ていきたいので一回取ります。なるほどね、そうやって具材の硬さを調整する。それがそれがレーナのワンポイント何回言わせんねん。何回、ね、何回言わせんだって感じだよね。ちゃんとカットしないで使ってくださいね。はい、先ほどから煮込んでだいぶ10分ぐらいですかね、やってきてこれぐらい煮込まれています。で、さっきこのレバーは取ったんですけども、野菜もね、煮えてきたので一回こう冷ましておこうかなと思うので取っちゃいたいと思います。はい、入れちゃいます。リサイクルですねめっちゃリサイクルです。今日だんだんこうみんなが合体してきた感じです。そうですね、初めての試み、初挑戦。初挑戦。どう、潰れる？あ、潰れる。潰れますか？潰れますね。
あ、でちなみにこれはレバーだけです。さっきハツも一緒に煮たんですけど、うん、ハツはまあ硬いし食感も違うからペーストにはしづらいかなと思って別にして持ってたります。あとここには生姜は入ってない。こんな感じ。レバーペースト、うんうんうん、いいかも。レバーを煮たやつのコクが入っていていい感じです。じゃあこれで出来上がりです。はい、今こちらでちょっと温めておいたソースを、うん、いい匂いが漂ってますね。これ美味しそうな匂い、ね、そしてとどめに、とどめ粉チーズ、はい、粉チーズ仕上げに、はい、仕上げですね。はい、ではこれで出来上がりです。はい、では今できたので食べていきたいと思います。美味しそうな匂いしてますね。はい、すごいなんか豪華にいろんなのができました、ね、豪華にできました。はい、こんな感じです。おしゃれ、すごい全部一品一品がすごいおしゃれじゃないですか。今日なんかおしゃれ系ですね。さすがカトリストレーナー、イエーイで、さっき言ってたサングリアなんですけど、はい、うん、じゃんけんして好きな方を決めることに話し合いの結果になりました。はい、ではこれ何か違うんですか、これとこれ。ゆうきさんの右手に持っている方が、キウイ、キウイで、こっちの左手に持っているのがオレンジ、オレンジ、どっちがいいですか。オレンジがいいです。じゃあ僕もオレンジがいいですということで、じゃあオレンジの取り合いですねじゃんけんできましょう、はい、オレンジじゃんけん、オレンジじゃんけん、オレンジじゃんけん、じゃんけんぽい、よーいじゃあオレンジ、オレンジいただきます。でもレイナさんさっきね、キウイがいいって言ってましたもんね。そうですね、キウイで、じゃあちょっとこれ行ってみましょう。はい、乾杯、乾杯、ルッサーズいただきます。いただきます。うん、なんかすっごいシナモン効いてますね。美味しい、美味しいですね。うん、すごいなんか生まれ変わった味って感じ。うん、フルーツのなんか香りがすごい、うん、うんうん、あ、美味しい美味しい、美味しい。でもこれ見えるかな、見えますか。なんかビジュアル的には、うん、あのスティックのやつを使ってあげた方がいい。ああ、なんかその方がおしゃれ感が、うんうん、シナモンスティックの方がでもこれもいいんじゃない、いちごがポカンってこう大きいのが浮いてた。ああ、そうですね、いちごさんいいですね、うん。あ、ほら、すごい使ってます。おぉ、真っ赤。パイナップルです。パイナップル、はい、いただきます。そうか、このフルーツを食べれるっていうのも後のお楽しみ。おいしい、美味しいですか。フルーツはおいしい、パイナップルおいしい。見た目すごい大根みたいな感じだけど大根って、うん、うんうんうん、おいしいですよね。おいしい、めっちゃおいしい。これはおいしいわ。じゃあ冷めないうちにこのパスタ、うん、これポイントは何ですか。何ですか、ポイント何ですか。ポイントは、うん、この茹でるとき、茹でなんだっけ、違う、茹でるときじゃない、煮込んだときにレバーの汁も入れたってところですかね。こんな答えられるわけないじゃん確かにね、やってたけどね。うんうん、おいしい、おいしい。あ、めっちゃおいしい。久しぶり。いただきます。トマトの味もいい。うわ、ほんとだ、めっちゃうまい。おいしいよね、味すごい濃厚。濃厚、うん、やっぱり何入ってるんだっけ。野菜がいっぱい入ってて、玉ねぎ、人参、えのき、あとニンニクとお肉とトマト、そしてそこにワインも入ってる、うんうんうん、すごいね、濃厚ですごい美味しいから。うんうん、あ、美味しい美味しい。あ、良かったですね。あ、なんか本格的なパスタ屋さんで出てくるような味ですよ。本当ですか。うん、やったー、今日は美味しくできて良かったです。ではレバーペーストもやってみたいと思います。レバーペースト、ワイルドなレバーペーストです。はい、こんな感じです。これもすごいなんかおしゃれな感じに出来上がりましたよね。いや、でもワイルドなんです。はい、いいんじゃないですか。いいですか、うん、こんな感じで。美味しそう。いただきます。美味しそう。うんうん、うわ、めっちゃ今ニンニクのところ食べた美味しいけどニンニク強っ。ニンニク強い、うん、あ、すっごい今ニンニクのところ食べました
超口の中がニンニク。うん、ほんとだ、ニンニクが。ニンニク強いですね。あ、でもレバーの味も強い。すごい、ちゃんとニンニクとレバーがマッチしてるね、コクがありますね、うん、コクがある。おいしい、おいしい。これもなんかね、やみつきになるんですよね、これね。これすっごい、これあのサングリアに合いますね。合うと思う。うん、うん、お酒に合う。合うね、うん、お酒のおつまみとしてこれ出てきたら最高。最高ですね、うん、しかもこれあのフードプロセッサーとかなくてできたから、うん、でもこれぐらいだったら全然なんだろう、違和感なく食べられますね。おいしい、おいしい。これやった、おいしい。レドさんお店出せますよ。本当ですか、うん、やった。うんうん、おいしい。ではということでいいですか。はいはい。めっちゃ普通に食べてますね。美味しいもんだった。やったー、美味しい。はい、ということで、うん、今日は残ったワインの再利用ということで、サングリアと、うん、こちらのパスタとレバーを作りました、うん、はい、皆さんもよかったら作ってみてください。美味しかったです。さよなら。